はい、バルーンアートマニアイエスです。今日は小さいキティちゃんを作りたいと思います。この前作ったのはね、ハートのバルーン使わなきゃいけないんで、持ってない人は作れませんでしたね。今回はハート使わないんで誰でも作れますね。ぜひチャレンジしてみてください。では早速いきたいと思います。白ですね。まずは顔を使って手を握って止めますね。はい、そしてもう一個手を握って赤を使いますね。赤をこう絡めて、ちょっとこれよりもちょっと小さめにして、ちょっと小さめにしてこれを絡めて、でもう一個作って、こうなりますね。そして甘いここで結んでやる。耳を作りますね。耳を作って曲がってで、足を戻っちゃいましたね。もう一回足つけて、あがんで、あまりをつけて、結んでおくと安全ですね。ここまでいけますね。じゃあ最後にリボンを作りますね。さっきの余り使ってくださいね。同じ大きさのもう一個、最後にこれよりちょっと小さいやつ、感じですね。ここの端っこで結ぶと安全ですね。はい、そして周りを切って、で少しね空気をね入れてから結びましょうか。
はい、これで形を整えて、はい、リボンができましたね。ちょっと形が悪いですね。これでこのバランスがいい方を確認していいなっていう方に、この間に入れましょうかね。はい、いましたね。これであとは顔を描くだけです。はい、顔が描き終わりました。こうですね、やっぱね、目のまん丸が、まん丸が難しいですね。皆さんも可愛いキティちゃんを作って子供たちにプレゼントしてあげてください。本当はね、ピンクで作りたかったんですけどね、間違えて赤が2個になっちゃいましたね。後で作れたら作っておりますね。じゃあ皆さんも可愛いキティちゃんを作ってみてください。はい、さようなら。